ネオパッサは、中日本高速道路が新東名高速道路のサービスエリアパーキングエリアに展開する商業施設である。地域の特性を生かしたコンセプトのある SAPA。カフェやドッグランを設置。アパレルセレクト雑貨、バイク用品などの新業態店舗も出店。ブランドロゴマーク、ネオパッサは、先進的で新しいコンセプトをもとに、 多様なニーズのお客様に快適にご利用いただける要施設規模、業態、施設配置、延地計画に至るまで新たな設計思想で一から作り上げた商業施設、ネオパサという名称は先進的で新しいコンセプトをもとに新透明高速道路とともに新しさを表現するためのネオとパーキングエリアの略称、PA サービスエリアの略称、 SA を組み合わせて作られた造語である。ロゴデザインのきらびやかな星は流れるスピード感を感じさせ、ネオパッサをみんなの目指す場所、集う場所、希望の場所として未来に導く新透明をイメージしている。岡崎以外は御殿場 JGT 三日日ジャンクション間の開通に合わせ2012年4月14日15時にグランドオープン。岡崎は 浜松稲佐ジャンクション豊田東ジャンクション間の開通に合わせ2016年2月13日15時にグランドオープン。現在、ネオパサのブランド名を使用するパーキングエリアは清水 PA のみ。現在、ネオパサのブランド名を使用する商業施設としては唯一パーキングエリアに展開している。ABC、ネオパサ。 ネクスコ中日本新東名高速道路に新しい SAPA が誕生ネオパサ岡崎長篠しの下ら原 PA 中日本高速道路中日本エクシス2015年11月19日掲載閲覧新東名高速道路浜松稲佐ジャンクション豊田東ジャンクションが2月13日15時に開通します 中日本高速道路2015年12月11日掲載2016年1月30日閲覧新透名つながる豊田東ジャンクション浜松稲佐ジャンクション中日本高速道路2016年1月30日閲覧ありがとうございます